キーブーレイ必ず読み込まれる場所、聖地がめんどくせえだけっていう、これ全部あのどうもマグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。ちょっと今スプラッシュのとこに画像入ってたけど申し訳ございません収録の仕方がねそういう感じになっておりまして、まあごめんなさいね。それでは今日もやっていきたいと思います。今日は、あちらに行こうと思っております。とりあえずちょっと帽子をかぶるところから始めましょう。今日の帽子こいや、お、来た、ゴーレムだ。久しぶりじゃない？どうもゴーレムだ。今日の川柳、ガンガンに冷房効いてる職員室。職員室は涼しいのに教室は涼しくねえじゃねえかこの野郎という記憶が蘇ってまいりました。なんで先生とこ職員室だけ涼しいんですかみたいなね。こう大人と子供のその何ですかね、この不条理というか、まあそれが学校の醍醐味であり、そういうところを、身をもって覚えるのが学び屋なんではないでしょうか。今の教室ってエアコン効いてる？コメントを見ていきましょう。うるさい大人は嫌だ。大人って何？が1位でしたね。大人って何なんだよ思いますよね皆さん。大人の言うことが正しいっていうか、親の言うことが正しいって思うようになったのは子供が生まれてからでした。そうなんですよね。私も、子供がいますので、子供が生まれると親になんかいろいろ言われていた、嫌だなと思っていたっていうことが、ちょっとそれが愛の裏返しなんだと、社会に出て恥ずかしくないようにしないといけないという親の責任があると、まあそういうところでございますよね。大人になったのはいつか、子供でいられなくなった時。子供の頃はなんとかなっていたことがなんとかならなくなる時が来ます。それが多分大人にならざるを得ない時なのかもしれないですね。明日テストなのにマグニーの動画見てる強者、俺以外にいるいいね、超ついてんだけど。結構テスト期間なんだ。もう終わってると思いますこの動画の時は。何日か前のコメントなので終わってると思いますが、皆さんお疲れ様でございます。めんどくさいの出発点に工夫するのってとても楽しい。小麦生成器に骨粉を自動で装填する機構を作った時のコメントなんですが、確かに動機っていうのがめんどくさくなくすためにやっちゃおうっていう、その科学的というか、その動機としてはすごくいいよね。何でもそうですよ。めんどくさいが出発点になってると思うんですよね、便利なものっていうのは。いきます。さっ、よっしゃー、あー超打った。今ちょっと火のついた弓しかなくて、申し訳ございません。ちょっと修正したいと思いますんで、今後。それでは、本日誕生日の兄弟たちよ、活目せよ。はい、あーちょっと燃えちゃってるんで申し訳ないね。それではいただきます。よいしょ、美味しい。パクって言わないと。パクすいません。はい、神うまーす。ちょうど夜になってきましたね。これ画像面白いでしょ、これね。送って、ちょっと行きますね。はい。いやー、お誕生日おめでとうございます。いいですね。皆様にとって良い一年になること、心より願っております。おめでとうございます。5月29日です。夜だけど誰かいないね。よし、このままいっか。続きまして、こちらです。せーの。よいしょー、ご機嫌のご時間でございます。いいっすね。この、テレビの、古いテレビの演出みたいなね、をやってみました。意外と好きなんだよね、ああいうのみんなね。はい、それではやっぱテレビの影響力ってでかいね。マグキュラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せを祈願いたしまして、えい、アンマグロデイミョーついに研究所作ります。収録外の時間でございます。収録外、まあいろいろやらせていただきましたよ。収録外はまた長くなっちゃうパターンの可能性もありますので、ご了承いただければと思います必要ねえよって方ぶっ飛ばしちゃってくださいね。まず、今週は、もう皆さんご存知だとは思いますけれども、いつものね、サバ村マルチをやっておりません。モッドの、マルチはね、公開いたしましたが、どんな感じでしたでしょうか。なので、今週はですね、番外編も、クソも何も出せないので、マジで、マリオカートウィークになっちゃうんじゃないかな。なんてね、思ってるわけでございまして、よろしくお願いいたしますね、その辺も。マリカー見てね。それと、倉庫の方ちょっと行きましょう。
やらせていただきましたね。倉庫は、まあ倉庫はちょっとだけか。はい、倉庫イン。はい、ちょっとわかんないかな。気づいた人いる？そうです。1枚増えました、こいつ。ジョニーの回ね、見ていただけましたか。個人的にあの回、好きだったんだけど。で、ね、続きまして、こっちから行くかな。はい、村人のデパートなんですけど、メンテナンスをしやすいような工夫をさせていただきました。それと、村人さんは、救出。はい。よいしょ。救出いたしました。いってらっしゃい。ここもね、はしごなかったでしょ。各、この、道というのかなんというのか、この各、店舗。店舗でいいか。各店舗ごとに、こうやってはしごも置けました。上に登るはしご。メンテナンスしやすいように。で、プラス、各店舗ごとに下に降りるはしごも付けさせていただきました。いつでも、なんか降りてきて、チェックすることができる。もうこれだけで相当楽になりましたよ。やっぱはしごって便利だねっていう。もう景観崩すからつけたくねえなーみたいなところはあったんだけど、あはは、そう、君たちも。ドラ兄さんと、カボ兄さん。あ、みんな、解除された瞬間どっか行こうとするね。でっけえ顔だね。はい、ちゃんと村に戻ってください。お願いしますね。はい、そんな感じでちょっとやらせていただいたっていうのがありますね。うん。なので、ちょっとまた村人が減って、いつしかまた増殖が始まるのではないかという淡い期待を抱いております。はい、今取ったトロッコはここに入れときましょう。これがまあ、二つ目なのかな。もう一個実はございます。最近、さっきそうですね、米耳でちょっとおしゃべりしましたが、小麦に製造機に骨粉を追加する機構を作りましたよね。で、その時の動画では装飾はしておらな、いなかったんですが、ちゃんと装飾させていただきました。はい、こちらの方に行きますと、ここにちょっと空いてるスペースがなんかちょっと気になるんだけどね。もうこれもほとんど使ってないし、これ釣り機はまだ使えるから置いとくけど、ほら、できましたー、じゃじゃーんですね。ちょっと実はですね、コメント欄で、ちょっと重大な欠陥があるんじゃないかっていう指摘をいただいてるので、それに関してはまた日曜日の手直しに、ちょっとお試ししてみるのもありかなと思っております。気づいてらっしゃる方いるかもしれないね。もう一人の村人のためにこのでかいこの設備。一応、あ、はしご持ってくるよかった。ここはしご登り降りしようと。あー、忘れてた。はい、これをやらせていただきましたね。まあ、作る際には、一応中見えるようにガラスで壁面を作ろうと思って、本当に簡単に、こう、周りをくるっと、はい、囲わせていただいたような形ですね。こういうのが簡単にできるようになって、マグタウンの整備もしやすくなって、かなりいいなというふうに個人的に思いました。で、道が向こうに続いていたのをしっかり撮らせていただいております。収録外で行わせていただいたことは以上でございます。まあ、ゴミ箱の整理。おお、もう結構こんな溜まっちゃってる。いくい、超早いから。超早いから。どうなってるか知ってる？どうなってるか知ってる？見に行く？はい、これ見て。ポコ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 捨てられております。こんなもんかな？よっしゃ。研究所作りです。最近、レッドストーンの使い方を、にわか的に覚えてきた私でございますが、このマグタウン付近で作っちゃうと、重たさが追加されてしまいます。これなんでかっていうと、このマグタウンっていうのは、スポーンチャンクなんです。スポーンチャンクというのは、このワールド内に誰かがいれば、必ず読み込まれる場所なんですよ。だから、うちのアイアンゴーレムトラップは、すげえ効率が良くなっちゃって危ないな、もう。パンパンになってきちゃってな。はい。っていうね、ことがございますので、このスポーンチャンク内になんか好き勝手のかいろんなもん作るっていうのは、ちょっとこのマルチメンバーにも迷惑だし、いろいろとちょっと、ラグのね、発生原因になってしまうということで、私、ずっとこう、レッドストーン研究所作りたいなって思っていたんですよ。心の奥で。それを、今回、あの場所、サバニ村のツリーハウス、地下に作っていこうかなというふうに思っているわけでございまして、今日、あるものを用意させていただいております。もうお気づきの方はいらっしゃいましたかもしれませんが、今日のマグズボックス、ガチャ。ただこれだけです。掘って掘って掘りまくる。掘って掘って掘りまくるだけの動画でございます。みんなの言葉に甘えてね、今日ちょっとツリーハウスの下、掘りに行きたいと思います。夜です。ヒロシです。マグロ。あ、はい、おはようございます。やっていきましょうか。じゃあ、あなたを持ちまして、うん、他は特に大丈夫かな。なんとかなるわな、ここにあるもんで。よーし、それじゃあ行きましょう。サバニエゴーです、サバニエゴー。
マルチの動画公開してないから、ちょっとサバニとかサバ村とかが恋しいんじゃない、みんなね。マグタウンに研究所作れないからって意味でね、どこに作ろうかなってなった時に、この間アンケート取ったじゃないですか。マグタウン拡大するのか、サバニ村じゃないや、ツリーハウスやるのかってところでですね、ツリーハウスとマグタウン拡張が1位2位だったんでね、その2位のツリーハウスを活用させていただこうかということになりました。はい、マグタウンの拡大する場所にね、地下に作ってもいいんだけど、やっぱりなんかこうスポーンチャンクに近いからちょっと怖いでしょ。意外とスポーンチャンクでかいんだよみんな。うん、マグタウン拡大しようにもちょっと離れたところに作ったら、それはもうマグタウンじゃなくなってしまう。なんかこういろいろとそういう葛藤の中、結局サバリ村に作ることに決断しました私でございます。はい、やってまいりました。もしかしたら多少進んでる可能性があるので、しっかりちょっと隠しながらいきたいと思います。サバニ村で作業する際はいろんなところの映り込みに注意しながらやっていかないといけない。出ました、私。あー、ちょっと危ない、ホイールさんとこちょっと危ないな。はい、ツリーハウスご無沙汰でございます。じゃあ中入りましょうかね。中入れば平和だよ。入り方覚えてる？入り方、ここはねセキュリティドアでございまして、アイテムをねここのこの角にですねちょっと投げ込むと、あれ合ってる、開いたー。でね、投げたアイテムはこっちに帰ってきます。で帰ってくると閉まりますね。よくできてます。本当はここは真っ暗にする予定なんだよねおいで、真っ暗の中でここにボタンがあるので分かりづらいけど押すと開きます。はい、閉まります。で、ここにですねアイテムが入っております。生マグロ、焼きマグロ2つ入っておりますね。でこのアイテムをどちらかに入れます。あ、こっち入らないか。じゃあ焼きマグロ入れてみよう。あ、焼きマグロ入った、よし。じゃあこっちか、入れてみよう。オープン、久しぶりに入ってまいりました久しぶりに入ってまいりました。ああやってオープンする機構となっておりまして、使ったアイテムはここに返ってきてます、ちゃんとね。すごいね。で、どっちか押すと閉まります。はい、一応ねもう片方押しとこう。で光らせた状態にしておいてもらえると、こうやると、はい、両方が消えるとこう閉じる、開くみたいな。それを無視してこっちだけで閉会できるんですよ実は欠陥がありますけれども、こういう三重のセキュリティドアを作ったっていう動画がございますので、そちらもぜひご覧くださいませ。それではですね、このツリーハウスのど真ん中をまず探そう。ど真ん中、ちょっと待ってね、ど真ん中を確かめるために、木が多分ここだよね、多分ここだと思うんですよね。で反対の木を探してこうでしょ。でこれの間をまず探そう。14だから、ちょっと待ってくれよ、やばい、偶数か、偶数なのか。あ、16、ってことは16ってことは、ここだね。はい、ここなんだよねと。よいしょ。で今度はこの中心をどっちにしろ探さないといけないんで、ここから数えますね。16だね、やっぱりここか。スライムブロック4つがこのツリーハウスの中心ということになりますね。てことで、よし、じゃあ私の計画を聞いていただこう。自然を最大活用した地形となっております。整地がめんどくせえだけっていうことではないからね。自然な形が好きなんですよ、あくまで。無駄に整地する必要はないって思ってる方の人だから、僕はね。で、この地形を残したまま、地下に作りたいんですよ。この中の一番低いと思われる場所をまず探します。ここが、デバッグ。69の高さね。69の高さが今のところ一番低いね。他に低いところないかちょっとぐるっと回って探してみましょう。あ、69が一番低い。69が一番低いってことは、66ぐらいまでは掘ってもいいってことなんだね。何言ってんだマグニーってことなんだろうけど、ちょっとじゃあ、この4つ掘って、いきましょう。どれぐらいまで掘っていけるかな。今日今誰もいないからいいね。大丈夫だね。一応ちょっとこれガンガンをちょっと掘ってって。あー、洞窟。あお、心臓が止まるかと思いました。心臓が止まるかと思うからやめて。もうちょっと掘るで。こう地下はいくらでも掘っていいんですよ。このサバニ村のルールとしては。すごいね。これ結構高くない？十分じゃ十分だと思います。
それではですね、どれぐらい掘ったのかちょっと確かめましょうか。ちょっとこれ上に上がるんで、いきますよ。お、40も掘ってるわ。掘りすぎかもしんないね。30にする。はい、ここで30になったんじゃないかな。うわー、危ねえ。今みたいなことが起こらないようにちょっと装備するね。うるせえな、いて。あ、来たな、ここまで。いいよ、お疲れしたー。うん、一番上からなんだけど、30マス掘ったところになります。これで十分じゃ十分かな。何層かの部屋にして、レッドストーン研究所として使っていきたいと考えておるので、なるべく広く掘った方がいいのは間違いないですね。もっと掘っちゃってもいいかもしんないんだけど、まあそれはちょっとおいおいこうやってく感じにすればいいかな。いや、もうちょっとよく考えよう。でですね、この鉄ブロック、ここ中心にしよう、ね、これを中心に、はい、ビーコンを設置していく作業に入りましょう。ビーコンに必要な穴すべて掘りましたので、はい、鉄ブロック、もう全部出そう。今日の主役は君たちだ。ほいで。余すところなく今掘ったところもビーコンのこうぴったりの隙間になっておりますので埋め込んでいきます。いくよ。えい。上がれ。よっしゃー。ありがとうございます。そして鉄ブロックじゃね、鉄インゴットを一つ入れまして。はい。はい、よっしゃー、これです。ちょ、よっしゃ、上がってきましたね。はい、これでね、採掘速度上昇がずーっとついた状態で仕事ができるようになりましたので、構想をお話しいたしますと、これでっかい木になってんじゃないですか。この木の幹の中が、今ちょっと一番上がこういう風な状態になってるけれども、めちゃめちゃ下まで続いてるようにしてやろうと思ってるんですよ。分かっていただけますか、この私の言いたいこと。表現したいと思っていること分かっていただけます。またちょっと多くのね、切り株っていうとこだしね、多くのこの、多くの原木がもっと必要になってくるんですけど、それはおいおい、付け足していくとして、すべてを木の幹にするのが目的だから、ちょっと待って、これで、ね、66。はい、ここが66だから、これより下ってことは2つ掘って、はい。こっちは掘ってもいいってことなんですよね。はい。こんな感じでとりあえず掘っていくんだけど、一番端っこが知りたいんですよ。一番端っこ、ここ。-8417 ってことだね。本当に今作ってある木の幹通りに、僕が作ったツリーハウスの外側通りの感じで下に掘り抜いていくというイメージです。これが、木の幹になる部分。外側になる部分なんですよね。これ全部、原木に変えて、超広いでしょ。こういうのをたくさん作ろうっていうのが研究所企画でございます。皆さん、いかがでございますか。もうちょっと掘っていこうかと思ったけど、今日もこの辺で収録ちょっと終わろうかな。収録外でまた頑張ります。はい、いかがでございますか。研究所計画開始でございます。それでは、動画の方締めさせていただきましょう。動画の締めに、せーの、画像紹介。米みつーってなってるけど、これはね、みーが2人いるっていう意味だったかな。忘れちゃった。きたー、マグクラグッズ好評発売中でございます。実はですね、またショップの方をね、見に行っていただくと、キッズ T シャツ、そして普通の T シャツ、マグカップ、よだれかけ、そしてベビー T シャツって感じで、ちょっとラインナップ増えてますんで、よかったらご覧ください。っていうことを言うためにこの画像をくださったんだよね。ありがとう。で、もう一つキッズサイズあります。実は、ベビーサイズもあります。みたいな。濃いる可愛すぎるんですけど。ごめーみ、師匠もいる。そしてもう一つグッズに関してなんだけど、ボルさんがすっげーの作ってくれたんですよ。これ手作りですよ。かけるしペン。草案じゃないですけど、絵は送っていただいたことがあって、多分ご紹介したことあるんですけど、それをね、具現化されました。しかしながら、
これを商品化する力はですね、持ち合わせておりません。皆さん画像ありがとう。そんなわけで今日はこの辺りで終了とさせていただきたいと思います。本当最後までいつも付き合ってくれてありがとうございます。研究所指導みたいな感じで、今後ともやっていければなと思います。この段階で天井の、ブロックであった大危ないブロックとか壁のブロックとかも変えながらの、掘り進めになっていくと思うので、多くの木を集めるとか壁材に使うやつを何にしようかなって考えたりとか、まあこれもまた先の長い計画になりますんで、いろんな計画と並行して進めていこうと思っておりますので、よろしくどうぞ。よいしょ。これ辺でてインターネット有効って分かっとるわーい。ほな。